correction of my mistake in the following video i hiroshi hayashi claimed that marduk is gilgamesh or gilgamesh is marduk which is however wrong marduk is god and gilgamesh is hybrid humanoid マルルドックイコールギルガメッシュあるいはギルガメッシュイコールマルドック説を唱えていますがこれは間違いです。マルドックは神です。ギルガメッシュは半神半身のデミゴッドです。訂正しておきます。 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about power assisted walking support system. I say here with evidence that ancient gods needed power assisted walking support system. This system was to support ancient gods to walk on the earth because of its heavy gravity and marduk was one of them his another name is gilgamesh who is generally seen by scholars as a historical figure since inscriptions have been found which confirms the existence of other figures associated with him in the epic. gilgamesh probably was a king who reigned sometime between twenty eight thousand and twenty five thousand b c was he a god. Was he a 古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。ここでは最初にマルドク、つまり延期の長男を例に挙げて考えてみます。マルドク、またの名をギルガメシュと言います。 ウルクに紀元前2800年から2500年頃に実在した王と言われているからです。つまり身元がはっきりとしています。そのギルガメッシュは歩行補助装置を身につけていました。そのレリーフが証拠として残っています。で、今日は話をもう一歩進め、では古代の神々は座ることができたかという問題について考えてみます。座ることができたのか、それともできなかったのか、もっとも座り方にもいろいろあります。 縦膝を立てて座る縦膝、あぐらをかいて座るあぐら、それに日本人に馴染みの深い星座。で、調べてみましたが、日本人が星座するようになったのはそれほど遠い昔からではないようです。一説によると、江戸時代からだそうです。が、それはともかくも、歩行補助装置を身につけていた古代の神々は、どんな座り方をしていたのでしょうか。で、調べてみると、古代の神々は皆、椅子に座っていたことがわかりました。 が考えてみればおかしなことですね。逆に言えば、椅子という家具、つまり道具がなければ座ることもできなかったということになります。つまり休むことができなかったということになります。進化論の大原則に矛盾します。というような回りくどい言い方はやめます。古代の神々はこの地球上では歩行補助装置を必要としていました。歩行補助装置がなければ歩くこともできなかった。 地球の重力が問題でした。仮に、いつ、いつか人間が現在の地球の重力の数倍もあるような惑星に行った時のことを考えてみればそれがわかります。あなたの体重が一気に数倍になるのです。あなたは歩くことはおろか、自分の体を支えることすらできなくなるかもしれません。地球へやってきた神々、つまりエイヤーにしてもそうです。だから歩行補助装置を必要としていました。 青森県で見つかった射光機道具をはじめ、日本で発見されている土具が皆一様に太い足で表現されているのはそのためと私は考えています。で、私はその座り方に注目してみました。どんな座り方をしていたかそれを調べてみました。それが今皆さんにご覧いただいている表です。バビロニアシュメールアッシリアに残っているリーフでは古代の神々は座っているか椅子に座っているかのどちらかです。 興味深いのは、いわゆるギリシャ彫刻にしても大半が立像、つまり立っている像だということです。中に縦膝の女性像もありますが、星座やあぐらをかいて座っている像は私が調べた範囲ではありませんでした。レディーフを除いて椅子に座っている像も私が調べた範囲ではありませんでした。座るという習慣そのものがなかったということになるのでしょうか。えともかくも歩行補助装置を身につけている いたのでは座ると言っても椅子に座るしかなかったのではないかと私は考えています。まあ、こうして表にしてみるとそれがよくわかります。 で、表を見ながら皆さんに説明しますが、まあ、一番上がですね、動物の座り方ですね。で、それと同じような座り方をした像がですね、アメリカの橋の日でも見つかってますし、それからアステカでも、そしてセルビアの民家でも見つかっています。まあ、一番右の上の方ですね。そしてダ、ダヴィンチはですね、どういうわけか、縦膝の像といいますか、姿の絵をたくさん描いてますね。もちろん星座であるとかっていうのは、まあ、ないわけですよね。 しかしですね、まあ、その、あぐらをかいて座るというのは上から3番目にあるわけですけどもね、世界各地の、まあ、像に、まあ、こうしたものがあるということですよね。日本、それから、南米、それから、 あるわけですね。というか、これがですね、あの、大変珍しいんですけども、あの、いわゆるミトラ教の神事、地下でね、地下洞窟で、まあ、こうした神事をしていたわけですけども、ここに座っている人がですね、星座をしているわけですね。で、そのと同じようなされ方してたのが、奈良県、奈良のね、法隆寺に残っている、この、侍像と言われている像なんですね。えー、一番下の左ですね。え、まあ、いわゆる、まあ、レピタリアン像ということになるわけですけどもね。 まあ人間じゃありませんね。で、この、ンカで見つかっている像なんかは、これは椅子に座ってるわけですね。ということは足が異様に細いということにも注意してください。なあち、古代の神々たちはみんなこう、椅子に座っていたということですよね。まあ、あのー、 あるいはその歩行補助装置をつけているあの像ってことでですね、日本の先ほど言いましたように、社光器道具であるとかね、仮面の女神であるとか、あるいは縄文のヴィーナスなんかはみんな太い足をしてますね。この続くビデオの中で縄文ヴィーナスがですね、歩行補助装置をつけていた、またその証拠も残っているということを皆さんに紹介いたします。ともかくも古代の神々、まあ一番下の中央はですね、これはレリーフに残っている、まあバビロニア、シリアの神々ですけど、でも椅子に座ってますよね。まあ、そして体が大きかったということですね。 で人間と比べても2倍、1.5倍から2倍はあったと思われます。これはもう珍しいんですけど、いろいろ探してみたんですけどね、ギリシャ彫刻の中にはこのようにです、ね、まあ、椅子に座っているといいますか、っていうような像がありますけれども、そのまあ、今、赤丸で示したところはです、ね、なんかこう、縦膝を立てて寝転んでいるという感じです、ね、まあ、座っているという姿ではないんですね。なぜ、ギリシャ彫刻には座っている像というのは、まあ、大変少ないということですね。ご存知のように、ほとんどが立っている像なんですよね。 ま、足がないせいか、わかりませんけどもね。あの、はい。まあ、それはいろいろ考えられますけどもね。まあ、要するにこうした像が、まあ、座るってことから考えていますとですね、やっぱり古代の神々は座れなかったんじゃないかというのが私の結論ですね。特に歩行補助装置をつけている神々は座ることができなかったんじゃないかというのは私の考え方です。 で、この一番右がですね、その歩行補助装置を使っていたという証拠なんですね。これはアッシリアで見つかったリーフですけども、足と黄色いのが足です、そしてその赤い部分が動力源って言いますかね、動力補助装置ということになります。その間が、空いていてね、向こう側にある衣服が透けて見えるということです。これについての検証はこの続くビデオの中で詳しくしますので、またご覧になってください。で、今こうしてマストですね、椅子に座っているのが多いということですね。右が神で左が人間ですね。まあ、王に、どこかの王に、真剣を表す、まあ、王剣ですね、王剣を表すリボン付きの リンゴを渡しているところですね。まあ、こうしたその王権を渡すことができたのはエンディルということになるわけですね。まあ、地球の支配権を持っていたのはエンディルということになりますね。その流れを組んでいるのがイシュタールということになるわけですね。イナンナ、イシュタールということになりますね。まあ、それともかくも椅子に座っている。まあ、このイナンナなんかもこれ、こういったカラット付きでは座るのも大変苦労したんじゃないのかなと思いますね。で、今の,そのイシュタール像にまあ歩行補助装置をつけたのが日本のジョモンビーナスということになりますね。それについての証明もこの後続くビルの中でいたします。で、こうして分類して ますとですね、右の方が歩行補助装置をつけていた、そして左の方うが、まあ、歩行補助装置をつけていないということはです、ね、地球動化が立っていますかね。まあいわゆるまあ 進化型とととといいいいまますすすかねねあるるはその、まあ、混合種うううここになるわけで,す、ね、でこういう人を挙げてみますと神々ま今、まあ、いるとしてもですよ。地球には住んでいないと私は考えますね。いわゆる、まあ、動力源をつ,つけている神々というのは地球の外に住んでいるということですね。地球の重力は問題だということですね。言い換えますと神々といっても霊的、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、まあ、私たちは考えている以上に遥かに現実的な存在だということになりますね。ということをまあ念頭のきながら続くビデオ。 古代の神々は歩行補助装置をつけていたというビデオをどうかお楽しみください。それでは皆さん、バイフォーナー。ET with a walking assist device since he could not walk on the earth with his own feet. ギルガメシ、つまりマルドクは地上では歩行補助装置を身につけていました。つまり ET であったということです。が、マルドクが ET であったとするなら、父親のウツナピシティム、さらにはその父親のエンキ、兄弟のエンディル、さらにはアヌオそしてアヌオの孫のシャーマシ、およびイシュタールも皆 ET であったということになります。 で、このビデオでは、そのマルドクが ET であったことを皆さんに紹介、説明します。マルドクも歩行補助装置を身につけていました。つまり、半身、半人ではなく、ET そのものであったということです。で、今、ギルガメッシュ物語の、まあ、壁画を見ていただいてますけども、左がエンキドゥ、エンキ族ですね。そして中央にいるのがマルドクです。このマルドクの足を見てください。 え、それを拡大したのが右の図ですけども、明らかに歩行補助装置をつけています。つまり、マルドックはこの地上を自分の足で歩くことができなかった、イコール ET であったということです。これが物的証拠ということになります。左がアッシリアの、まあ、レリーフですね。この、まあ、王も、あれ、神も、やはり歩行補助装置をつけています。 足と補助装置の間に、まあ、隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えることに注意してください。詳しくは続くビデオの中でまた説明いたします。まあ、これがほ上の赤いところがですね、歩行補助装置です。そしてもう黄色いところが、まあ、本物の足だったということになります。まあ、現在人間はですね、右のような歩行補助装置を使っています。 もう一度ご覧ください。これが、まあ、マルドクが身につけていた歩行補助装置ですね。そして、この、これがですね、歩行補助,補助装置だということがわかりますと、先ほど言いましたように、えー、エンリル、エンキー、そしてアヌオ、シャーマシ、そしてイシタールも同じ仲間、すなわち ET であったということになります。これが物的証拠ですね。で、みんなですね、ノアですね、えー ウツナピシツムですね。そして、まあ、マルドックは、えー、延期動画なくなった、死んだ後ですね、悲しみ耐えかねて、このウツナピシツムに会いに行くわけです。それが、イギリスが飯物語になってるわけですね。で、フランスのセリ・キムラさんから、まあ、このようなメールが届いています。えー、ウツナピシツムイコールのは、ということになりますね、ということですよね。もう、若いですね。 えー、マルドゥックの、まあ、この物的証拠が出てきたということはですね、まあ、下の方にいますけども、マルドゥック。えー、左の下の方です。ここですね、マルドゥックです。その、まあ、あの、父親である、まあ、エンリ、まあ、延期キですね、エアと書いてあります。中央です、エアが、まあ、あの、ET であり、そして、とな兄弟のエンリル、そして、えー、その父親のアヌオ、みんな ET であったということになります。そして、アヌオの、まあ、孫である、イシタール、そして、シャーマシですね。 中央上がイシタール、そして右がイシャーマス、みんな ET であったということになります。そして、今、言いましたように、マルドックのお父さんがエ、エアノアですね。わかりやすいけえば。そして、そのノアのお父さんがアヌ王ということになるわけです。このように神々は、まあ、こうした線でつながれているということですね。そして、その、まあ、 今日紹介しましたように、マルドゥックが ET である。歩行補助装置をつけていた ET であるということになりますと、そのまあ上のですね、えー、神々は皆 ET であったという、えー、ことになります。なちマルドゥックの右の、右のこな足しが、その証拠ということになります。 ミトラ教から取ったということになるわけですこれ2レベルですね上あの。イラクの,北,あの北の方にあります。2レベルです。で、この2レベルでですね、あのまあ、マスクが見つかってるわけですね。それで、今言いました、その、ゲルガメシュッタ言っ下の方のウルクなんですね。まあ、ウルクなんですね。ウルク、まあ、ちょっとここで写真が交差しますけども、あ下があイラクの下の方がウルク、そして上があ2レベルです。そしてその2レベルでですね、こんなマスクが見つかってるわけです。 なぜこのマスクを紹介するかというとですね、この顔が、いわゆるまあギルカミシの顔と一致するということはですね、ギルカミシというのはかなり大きな勢力を持っていたということを皆さんにこう、ちょっと知っておいていただきたかったからなんです、ね。だ、あの、要するに、まあ、あの、ペルシャ一帯を、まあ、ギルカミシが支配していたということですね。まあ、いわゆるマルドックが、あの、まあ、 あの王がですね、今から4000年ぐらい前に、まあ、ネビルで帰るわけですね。これあの、シッチンの、えー、解読した文章によればですね、その時に、まあ、マルドクを、まあ、残すわけですね。そしてその時から、まあ、下ある、まあ、葉とですね、それから、マルドク歯が対立するわけです。で、まあ、ちょっとこのマスクを、これを見ていただくとわかりますように、まあ、一見すると違って見えるんですけどもね、細かいところを精査していくと、同じと言ってよろしいんでしょうかね。あのー、 感じしますね。このヒゲも上下に段に分かれてますしね。でから、作り方ですよね。ですから、まあ、左のは、左はですね、オーバーオールヘルメットって言うんですけども、まあ、顔全体に被っていたわけですよね。じゃあ、なぜこんなマスクを必要としたかですけども、まあ、いろいろと意見が終わりになるかと思いますね。ウルクが下手、上がニレベですね。ですから、かなり距離が離れてるんですね。まあ、イラク大きいですからね。で、それにもかかわらず、こうした同じものが見つかってるってことは、まあ、 単純に考えればですね、影響力がそれだけあったということになるわけです。で、これギルガメッシュですね。ライオンを軽々と抱いてますよね。ということは、それだけ大型の、大きな人だったということになる。かまあ、と、あの、神々は背が高かったんですよ。まあ、 私の印象では3メートル前後あったというふうに考えています。要するにこれがギルガメッシ、ュ、なわち、マルドックになるわけです。そしてこの足をですね、先ほど精査しましたように、これはまあ歩行補助装置をつけていると。足で残っているレリーフと比べてみると、それがよくわかるということですね。そして、左がエンキドゥということになります。で、このエンキドゥが、まあ、死ぬわけですね。そこでまあ、友達が亡く、が死んだということで、マルドックは下に来るんですけど、同時にそれはですね、今まで経験したことのない自分の死というものを、まあ、 考えるようになるわけです。それで、えー、ゲルガメシは、ウツナピシチムに、いわゆるそのノアにね、会いに行くわけです。ノアというのは、まあ、あの、大洪水でも生き残った人だということでね。で、このお父さんになるんですね。まあ、系列的に考えますとね。ですから、マルトクのお父さんがウツナピシチム。そのウツナピシチムの、いわゆるノアのお父さんが延期いうことになりますから、延期の、まあ、孫いうことになるわけですね。で、この足、まあ、先ほど精査しましたけども、もう一度見ていただきたいんですけども、この足ですね。で、これは、あのー、 いわゆる補助装置ですよね。これは身の方は、アシリアのレリーフですけどもね。で、こ、あの、私がこれね、あの、じあの歩行補助装置だと気が,気がついたのは、この、この、このレリーフで気がついたんですよ。で、これ見てて妙な足だなと思ってましてね。そしてこう見てましたら、この補助装置と足の間にこう、隙間がありましてね。そしてその隙間の間から、あ向こう側のね、衣服の、まあ衣服の、が見えてるわけですね。わかりますかね。この今、丸い部分と、そてからあの、 細い足、この黄色いのが細い足ですけども、この細い足との間に隙間があって、その向こうにですね、衣服が見えてるんですね。で、横じ、横線と言いますか、横じわがですね、一致するんですね、またね。まあ、ですから、一見レリーフこう、雑に作ってあるように見えますけども、ひきめて丁寧に作ってやるってことですね。そしてサンダルと足をつなぐ紐のようなものもよく見るとわかりますね。ここの部分ですね。ここに隙間があるわけですね。ここが重要なんですね。で、これでまあ気がついて、他のレリーフを見、見つけて、見ましたら、やっぱりこの、 歩行補助装置のようになっているものもありますね。なってますね、みんなね。それで、この間に隙間があって、向こうの衣服が見えるのは、はっきりとわかるのは、私が調べた範囲では2体です。まあ、これが2つ、まあ、1つでも十分なんですけども、2つありましたからね。これで、まあ、歩行補助装置だということが、まあ、わかったわけです。となると、まあ、その、なんて言いますかね、あの、古代の神々というのはですね、まあ、まあ、あのー、マルト君はね、その歩行補助装置を使ってたということになりますと、その、まあ、 上にいるエンキさらにはそのアヌオそのアヌオの孫のイスタ,タール、それからシャーマーシュ。まあそれはキリスト教を立ち上げるわけですけども、キリストも、まあ、マリアも、あの、いわゆるもっと現実的な存在であったということになるわけですね。いわゆる霊的な、いわゆるスピリチュアル的な存在ではなかったということですね。 まあそれはあの、これではっきりするわけです。なあち、まあこういった地上で生活する上においてですよ。いわゆる歩行補助装置を必要とするような、まあ方たちであったということになるわけですね。そこがまあ、この、歩行補助装置の、まあポイントってことになりますね。まあ、ただ単にね、神々が歩行補助装置を使ってたってことだけではなくて、私たちがまあ考えている、まあ、神的な存在というものは、まあ、あの、少なくともスピリチュアル的なものではないということに、まあ結論が出てくるわけです。 で、右がニーフルサングとイシタールですね。このニーフルサングの足も、ちょっとこう人間離れしているということで、まあ、ここに紹介しておきました。で、マルドクの足もやはり、ね、ニーフルサングというのは縁起の妻ということになっていますね。だけ,だけども、縁起の妻は、あの、まあ、いわゆる、まあ、ま、あの、 いわゆる半身半人だった、半人半身だった、半ま要するに半神半人で、半分神で半分、まあ、人間だったということですね。ですからは、早く亡くなったみたいですね。あの、シッの解読した文子によればね。で、間違えたのは私がですね、あの、いわゆるその、 いわゆる一般説に従ってですね、マルドクは、いわゆるそのデミガト、半身、半人であったという説に基づいて、まあ話を進めたものですから、間違えましたけども、まあそれはね、あの、ランスケさんが指摘してくださったように、それからまあ今足を見てわかりますよね。これはもう半身、半人の、あ,あの、 神ではないですね。まさしく ET そのものであるということです。いわゆるそのエイディアンそのものであるということですね。で、まあ、マルドクは今、同じ繰り返しになりますけど、同じ資格の中にいると。でこ、左上延期、これは間違いです。延期ドゥですね。延期族ということです。あの、私の間違いです。それはまぁ、全国の訂正いたさせてください。それでまあハイブリッドの、まあ、奥さんと、あー間に生まれた子供だってなりましたけども、あの、マルドクはあの、神ですから、あの、 延期、まあ、あの、いわゆるその、なんて言いますかね、息子になりますと、そうするとあの、三人の息子の一人ということになってしまうので、まあ、それちょっとまた今度調整してみますけど、ね、ノアには三人の息子がいましたからね。 で、ここで、あの、ちょっと、こう、ここにこういうふうに記述があったもんですからね。三分の二、えー、デミゴートだと書いてありますからね。ですから、ここで間違えたわけですが、しかし、まあ、あの、足を見る限り、まあ、半人半身ということはありえませんね。まさに神そのものであったということですね。それで、シッチンの、この、解読した文章をですね、まあ、これからちょっと紹介しますけども、これはある意味、非常に重要な文章なんですね。あの、いわゆる、まあ、それを、全部じゃありませんよ。あの、解説文ですからね。しかし、ま、丁寧に訳して、 ってみましたが、まあ、エンリルの長男のマルドクと。ここではそういうふうに書いてあるんですね。あの、しかし、エンリル、延期の長男は、うつな、うつぴしぴで、まあ、ノアですよね。そしてその息子が、あマルドクな。まあ、この辺の関係はちょっとまだ、これから詰めていきますけども、要するに、延期の流れを組む息子であるということですね。孫か息子か,か、まあ、ちょっとは、というのは神々の世界というのはですね、あの、人間の、その、いわゆるその、親子兄弟、 ていう感覚は合わないんですよね。ある時に、今まあ、まあ、どこからかですよ。子供をあ,あてがわれて、まあ、育てられるわけですね。いい例が、その、ミトラがそうなんですね。まあ、あの、アナヒータは、その、ダラストラの妻でもありますけれども、ミトラのシテメルはアナヒータは母親になるわけですね。しかし、その、母親であると同時に、ミトラの今度は姉にもなるんですよね。そういった関係で、まあ、あの、 ま、成長とともに言って言いますか、人間関係ある、その、呼び合う、故障、呼び、呼び方はね、変わっていくということです。 で、イナンナっていうのはエンリル派だったわけですね。で、まあ、そこで、まあ、この時代から、まあ、おそらく、紀元前2000年頃、まあ、ちょうど、えー、ボヘンジョダロンが滅ぶ頃からですけども、えー、イナンナと、それから、ま、あドとクが、あの、いわゆる対立関係に入るわけです。で、まあ、しばらくは、あの、平和になってますがお互いにこう、尊重し合ってた時代があったように思いますね。ウルクには、あの、イナンナをね、あの、イシタールを特別に、えと登留させるようなね、地域も作ってありましたからね。ですから、初めからこう、 対立していったわけじゃなくて、徐々に徐々に対立していったわけですね。それで、まあ、特にあの、ミトラがですね、まあ、紀元前500年頃から生まれて、そしてまああシシ、まあ、あの、ペルシア一帯を、まあ、その前はね、ドラスタ教があるわけですけども、支配するなんて勢力を持ってきたわけですね。そこに、まあ、危機感を抱いたイスタールがですね、シャーマシと組んで、キリスト教を立ち上げたという、まあ、筋書きなんですね。 で、これがウルクのレリーフですけども、ここでもちょっと間違え、前回間違えました。左上にあるのがこれ、シターの文章で、中央がシンですね、お父さんですね。太陽の、月の神ですね。月の神で、そしてみんなですね、シャーマシュ、太陽、ウツですね。まあ、シャーマシュ、あの、シュメルではー、ウツ。それからバビロニアではヘ、シャーマシュ。それからギリシャ神話では、ヘリオスというふうに名前が変わりますけども、変わるというかも、いろんな呼び方をするわけですね。ですからまあ、この左にいるのは、やはり、そうやって考えますと、延期 エンディルってことになるんですけれどもね。わかりません。あの方かもしれません。これだけでは。あの、まあ、あの、いろんな解説がありますけどもね、それぞれの学者の方がですね、まあ、自分の解釈で名前をつけてますので、そうだというふうに書いてある、まあ、碑文でも残ってればね、間違いはないんですけども、そうでない限りは、まあ、一応、まあ、 少しこう横に置きながら、そういった設定も読む必要があるということですね。で、右の方がエンキドゥで、そしてってくるな、流ってくるわけってくるですね。あ一番上頂点のアヌオです。で、アヌオがですね、まあ、あの、よくアフラマザーと混同するんですけども、アヌオっていうのは地上に来てたようですよね。だ,けだからまあエン、アヌオが、ま、その、アフラマザーの名前を語ってたってこともあるわけです。そして、まあ、今から4000年ほど前にアヌオ以下、まあ、エンディルたちがですね、あの、 帰っていくわけですね。延期も帰ったと思いますね。残ったのがマールドックなんですね。でマールドックはまあ、反抗的だったために地上に残されると。そして孫娘のイシタールも地上に残るんですよね。そしてこの両者の確率が、か、てか、確率がですね。 激しくなって、そしてまあ、対立関係に入ると。そして、12月25日、当時の日にミトラが、母、姉、姉ひたのもとで、まあ、処女解体して、馬屋で生まれるわけですね。そこで3人のマギがやってきて、ミトラの誕生日をわけです。最初にいるのが、これが、あの、 いわゆるカンブジア。二番目がスタ、ストダーナ・ゴータマ。あの、ブタのお父さんです。そして三番目が、ダリウスということになるわけです。ダリウスは、紀元前522年の7月1日に、ペルソポリスで即,即位するしますよね。ですから、まあ、これ顔を比べてみますと、ダリウスの顔と三番目の、その、ダリウス。同じですね。ということは、やっぱり一番前がカンブジア。そして二番目が、ストダーナ・ゴータマ。あーシッタラタ・ゴータマ。ブッダ、私たちはブッダと呼んでいる、ブッダのお父さんになるわけです。三番目が、これがダリウスですね。顔同じですね。ヒゲの 感じがですから、やっぱりこれは三人のマギマギというのは、ですから固有名詞だったわけですね。まあ、キリスト教の方で一般名詞にしてますけどもね。一般弁詞にしないとまずいもんですから。まあ、要するに、まあ、キリストの誕生にはこの三人のマギは立ち会うことはできなかったわけですよね。だって五百年も間が離れてますからね。要するに、えー、えぇ、一度あるとシャーマーュが組んでキリスト教を立ち上げたというわけです。その一番左のイエスの顔とですね、でから、まあの、ザラスタルのか。またこれが同じなんですね。あのー、 なぜ同じかということは、まあ、皆さんご想像の通りだと思いますけども、要するに、えミトラク用をそっくりコピーして作ら、作られたのが、キリスト。Gods are more realistic with working assist devices. ってことになりますね。えー、神々は、 歩行補助装置を身につけていた。つまり、私たちが考えているよりも、はるかに、え、現実的であったということですね。で、最初に気がついたのはですね、この、まあ、アシリアの神ですね。この神の、まあ、足を見ていただきたいんですけども、やはりどこかおかしいんですよね。で、これは、まあ、あ、ふくらはぎなどをですね、丁寧にこのように表現したというふうに、まあ、理解されていたのでしょうかいるのでしょうかこの足に注意してください。えー、 まあ、手もですね、あのー、腕の方もおかしいです。が、まあ、この向かって右側の腕もおかしいです。そして、皆さん注意からご覧くださいね。この足もおかしいですね。どこか人間のようで人間のようでもないってことですね。そして色付けをしていました。この黄色い部分が本来の足と思われます。そして、右の赤い部分が 歩行補助装置と思われます。その証拠にですね、足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに、まあこの神が身につけていると思われるであろう衣服が透けて見えてるんですね。チ部ーブからご覧ください。で、ここに隙間があるということが分かったわけです。それで私は、この神は歩行補助装置を身につけているということを知りました。で、いろいろ調べてみますと、こうした歩行補助装置をつけている 神は、まあ、たくさん見つかったんですね。というか、逆に言いますと、ほとんどがこうした歩行補助装置をつけていることが分かりました。中部からご覧ください。これがまあ、決定的な証拠ということになるわけですね。あの、下の一番下段のですね、ひだひだひだって言いますか、線が表現されてますね。で、左もそうなんですね。同じように、やはりこう、 足と、そして歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えているのがわかります。そして足は異様に薄ぺらいですね。この足では地上を歩くことはできなかったものと思われます。まあ、下の緑の部分がですね、あの、サンダルってことになります。あるいは、あ連続性を持っていたのかもしれません。よく中深くご,ご覧いただくとわかりますように、丸とかそうでしたけども、足とサンダルをつなぐこう紐のようなものも見えますね。 で、こうして、まあ、あの、歩行補助装置いてものをですね、神々が身につけているということを、まあ、私は発見したわけです。と同時にですね、まあ、この神々、すなわち、マルドック、それから、えー、あの王に至るまでですね、そしてその、えー、孫娘のイシュタール、そしてシャーマシュ。イシュタールとシャーマシュはね、まあ、組んで、キリスト教を立ち上げ、上げるわけですけどもね、シャーマシュがイエスという名を語り、そして、まあ、あの、キリスト教を立ち上げますけども、私たちが神々と呼んでいる、まあ、 エイリアンですよね。人間ではありません。まあ、大変現実的な存在であったということですよね。補助装置というのはこういうものなんですね。いわゆるまあ足の不自由な方がですね、まあ、あのこうした補助装置をつけることによってまあ歩けるようになると。そういうことなんですね。で、そうしたものをその神々も必要としていた。言うまでもなく地球の重力が問題であったわけです。そしてもう一つは大きな問題は光だったでしょうね。 ま、光。ですから、ま、あ地上の光というのは、あの、宇宙と比べて、はるかに眩しかった。あるいは、神々の住む、ま、母星と言いますかね、元の星よりも、はるかに明るい。ま、大気に包まれてますからね。光が乱反射して、明るくなるわけです。ま、その二つですね。もちろん、あの、大気であるとか、大気、あの、いわゆるね、この空気ですね。それから、その、まあ、 もろもろの病気なんだか、何かも問題になったでしょうけども、それはまあ数万年あるいは数十万年という時の流れで克服できたものではないかと思います。ともかくこれが歩行補助装置ですけども、もう一つこの、紙の足を見てください。足が、まあ、ぺらくて細いですね。これはアナフラマザーの足もそうなってますよ。それから、この緑の部分が、まあ、衣服であると。それはいいですね。そしてその足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに衣服が見えているとです。 それをまあいろいろ言っていましたらこのようになったというわけです。えー、まあこれを、まあ皆さんがどう判断なされるかわかりませんけども、そして横線がですね、あの一貫性でつながってますね。今ちょっとブルーデンをお見せしましたけども、そしてまあこういうふうにして歩行補助装置をつけ、左もですね、一番左のまあ,あの歩行補助装置をつけてる紙もですね、あの布の横線がですね、水平線がつながっていることに注意してください。ここに関節があるんです。これはあの何かあのまあジョイントじゃないかと思います。 これは1486号ですけども、えー、古代の神々はエイリアンであったということです。で、歩行補助装置というのは実は見つかっているんですね。右が、これがあの長野県知能市に見つかった、えー、仮面の女神です。そして左がですね、えー、セルビアのビンカーで見つかった、ウー,ーマン、女性、セティング・ウォーマンとなってますね。英語の説明は、座っている女性ということになっています。で、この、もう一度この、仮面の女神を見ていただきたいんですけども、 この仮面の眼鏡と、そして右の、右がですね、セルビアのビンカーで見つかった、まあ私が見つけたんですよ。そのビンカーで見つかった、そのセッティングワーマンとはコンセプトは似てるんですけど、足の太さが違うじゃないかというのをおっしゃいますよね。で、まあ日本の土偶はですね、みんな足が異様に太いわけです。まあ埴輪も例外でありませんね。しかし、えー、あの、甲府ね。 山梨県の甲府の、にはですね、左下のような、歩行補助装置、すなわち、下半身だけの土偶も見つかっています。そして、右の下のように、セルビアのビンカではですね、下半身だけの、やはり土偶が見つかっています。まあ、下半身だけの土偶があるということはですね、こうした土偶を日常的に、神々を使っていたということになるわけですね。これは、あの、縄文のヴィーナスですけども、この足のところを見てください。何か変な線が、ラインがありますね。 チーブ画ご覧ください。このラインは何かってことで、まあ、随分私は謎に思ってましたけども、これも私は歩行、補助装置のであるというふうに判断しました。異様に太い足ですね。というのは、ヴィンカで見つかった、あ、ごめんなさい、ペルシア、バビロニアで見つかった、ミソパターで見つかっているイシタールゾアはですね、異様に逆に足が細いわけです。 まあ、それまあ、順に、まあ、注意してみていただくとわかりますけども、なぜそれほどまでに細いか。逆に言いますと、あまりにも細くてですね、地球の、この、ます重力には耐えられなかった。だから、このような歩行補助装置を必要としたと、私は考えたわけです。このラインですね、あの、変、まあ、まあ、奇妙なラインがありますね。ズボンのような、ズボンのないようなラインがあります。で、ジョーモビーナスを、もう一回見てみます。これは、まあ、皆さんご存知の、ー、長野県、千野市、 小日で見つかったーモビーナスです。この人。 腰のところのラインに注意してください。で、右がですね、イスタール像です。バビロニアのイスタールです。このイスタール像はですね、腰は太いんですけども、足が異様に細いことに注意してください。そして、まあ、バビロニア、あるいはセルビアで見つかっているイスタール像もです。まあ、女性像もですね、あの、座ってるんですよね。いわゆる立ってるっていうよりも座ってる像が多いわけです。そして、まあ、比較してみて分かるといただき、分かっていただけるように、まあ、コンセプトが同じだということですね。胸の表現の仕方。そして、頭のヘルメットも同じように表現されています。 そして、まあ、あの、顔はお面ですよ。この右の、あの、このシスターのお面は、そのものがズバリ見つかってますからね。そして左の方も、えー、いわゆるその縄文ビーナスの方もですね、えー、現地で見ていますと、このお面の部分ですね、赤い部分が中の方へ内側へグッと掘り込んでありますからね。明らかにお面です。そして、えー、長野県同じ地区、うの市で見つかった、仮面の女神も、や、後ろで紐で結んでありますね。なあち、仮面だということです。そしてこの足がですね、右は異様に細く、左は異様に太いということですね。 そこで、林博士は、博やししは、縄文ビーナス、縄文ビーナス、イコール、イナンナ説を唱えました。まあ、だいぶね、多くの方にこう、理解されるようになりましたけども、当初は、まあ、いろ、いろいろと叩かれました。要するに、縄文ビーナス、イナンナ説です。まあ、この縄文ビーナスというのは、イナンナであるということですね。で、まあ、一番左は、まあ、イナンナ、まあ、イナンナですね。そして、こういうふうに、まあ、まあ、 右二つもこれ、イスタール、イナンナ像ですね。まあ、あの、シュメールではイナンナ、日本でもイナンナですね。そして、バブリオニア、ミサポタメリではイスタールと呼ばれました。こうした仮面も実際に見つかっているんですね。これがあの、ジョモンビーダスの仮面と一致します。カフィルメットの上の、上についてる点々と言いますか、ね、穴のようなもの、のそれから、このラインの表現の仕方、同じですね。 そして、このヘルメットのコンセプトですね。同じなんですね。そして、もう一度先ほど繰り返しになりますけども、これは、この両者は二人ともお面をかぶっています。そうしたお面も実は別に見つかっています。イナンナ・シュメールですね。そして、この、えー、イナンナが言いました。私はイナンナよ。私はイナンナなのよ。どうして日本の皆さん分かっていただけないの私はイナンナなのよ。と、林博史は懸命に訴えています。 ま、これは、パワーアシストです。いわゆる、ウォーキングスーツですよね。で、今、それを具体的に説明しますが、この部分、確認してください。ここが、まあ、縄文ビーナスの非常に、ま、ちが大切な部分です。こうして、ま、体をとっていますと、歩行補助装置だけが残ります。こうしたものを身につけて、まあ、あの、日本のね、あの、縄文ビーナス、なち、縄文イナンナって、私、呼んでいただきたいと思います。林博之の、縄文イナンナ説です。 ね。文門いな,な,なせ楽、楽しいでしょこうしてすっぽり入れて、そして細い足、すなわち、まあ、歩行できなかったわけですね。それはあの、あ青森県で見つかっている社交機動群もそうですし、ハニアもみんな足が太いわけです。異様に太いのは、この地上では歩けなかったということになるんですね。 そして、まあ、こうして歩いて、そして、仮面の、女神も同じように歩行補助装置をつけていたってことになります。そして、車高機、土偶もこのように歩行補助装置をつけていたってことになります。まあ、歩行補助装置施設も、林宏市施設です。ご留意ください。そして、こうして歩いていたということになります。 まあ、林博士ってことをね、最近たびたび言うようになりましたのはね、簡単にもうパクられてますからね。まあ、とても残念なことのように思います。そして、まあ、これは歩行補助装置だということです。まあ、皆さん、ご自身でご確認ください。 最近、これ本当に大変によく似たものが作られていますね。最近地元のですね、え、S 自動車会社さんがですね、こういうものを作っていらっしゃって、いわゆるその古代の神々と同じものを作ってますよという連絡をある方からいただきました。私のビデオを見てからですよ。え、これがまあ、アシリアの神の歩行補助装置です。もう一度ご確認ください。ここはとても重要なところです。この赤い部分がサンダルということになりますね。そしてこの黄色い部分が足ということになります。 で、昨日でしたかね、ある方から連絡がありまして、古代の神々は、かか、かかとがなかったんだってことをあの言われてるんだけども、これを、これを見ると、かかとがなかったってことが納得できましたっていうことを書いてくださった方もいらっしゃいます。まあ、確かにこうしてみると、かかとがないような感じがしますね。連続性を持って、足が、足の、まあ、足にね、繋がってるって言いますか、客が足に繋がってるっていうんですかね、感じがします。そして、あの、この背景ですね。 繰り返しになりますけども、この足と、ここを補助装置の間に隙間があり、その向こうには、まあ、この紙が着ているであろう衣服が透けて見えます。透けててか、通り抜けて見えますね。そして、この衣服の横線がですね、一致していることに注意してください。 この横線ですね。矢印で今示しましたけども、この横線が一致しているところに注意してください。そして、色分けしてみますと、このように、まあ、その古代の神々の衣服が浮かび上がると同時に、足と、そして歩行補助装置の間の、間の隙間が、まあ、よりよくわかるということです。この左だに注意してください。だんだん左だですかね。こうして、まあ、古代の神々は歩行補助装置をつけていたということを、私は発見しました。ここに隙間があります。 注意深くご覧ください。これがですね、手がかりになりまして、冒頭に言いましたように、古代の神々は私たち人間が考えている以上って言いますかね、とは違って、霊的な、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、もっと現実的な存在であったということですね。もし神々が霊的な存在であるならば、こんなものは必要としなかったはずですからね。そうでしょ常識で考えてください。常識というかあなたの良識で考えてください。 そしてその霊的スピリチュアルの存在というのは、まあ人間がですね、まあはっきり言えば人間の傲慢さがですね、作り上げた虚像ということになるのではないでしょうか。だいたい神がですね、人間の姿をしていること自体がおかしいのです。それは人間の思い上がりというもんですよね。そうでしょあの神々というのはもっと人間を超越した存在ですからね。もっと言いますと、神というのはありとあらゆる生物、動物にまたがって存在する、まあ、 いわゆる存在ですからね。存在する存在っていうのもおかしいですけどもね。ですから、あの、なんて言いますか。人間の姿に見せてしまったっていうことは、逆に言いますとね。じゃあ、馬や牛。 猿や豚には神がいないのかということになりますしね。さらに1万年前の人間にはいなかったのかということになりますし、人間だってこれからどん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 姿を変えていきますからね。1万年後、あるいは10万年後の神も今のままで良いのかということになりますけども、多分人間のことですから、どん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 その時代時代に合わせて変えていくでしょうね。なお、この神の顔はですね、ヘルメットですよ。このヘルメットであるという証拠も多分この続くビデオの中に出てきますけども、ヘルメットをかぶり、そして手には、まあ、 いわゆる補助装置をつけ、足には歩行補助装置をつけていたってことになります。この手に握っているのは武器ですよね。いわゆるこの武器も以前証明いたしました。そしてこの手もですね、変なところに行きますか、お金のところに腕が2つに分かれてますね。まあ一方が腕であり、一方が補助装置であると私は判断しました。そして腕輪のようなものをはめてますね。何かの特別な装置のように思います。で、アフラマザーも先ほど言いましたように、大変細い足をしているのが分かります。 まあ、ひょろひょろって言いますかね。そして、ィンカーの、シティングワーマンの話をもう一度しておきます。このシティングワーマンですね。座像ですね。女性座像ですけども、この、まあ、二つの、まあ、写真が手に入りました。で、比べてみますと、あの、肩幅がカクンカクンと曲がっている、日本の、いわゆる縄文道具とコンセプトが同じですね。そして、脇の下には大きな空間ができています。これは、あの、あ 仮面の女神ですけども、やはり脇の下に空間ができています。肩幅がカクンカクンと曲がっています。で、足が違うじゃないか。足が違うじゃないかとおっしゃいますよね。ちょっと待ってくださいね。顔を比べてみてください。えー、顔のまあ三角形、逆三角形になってますね。そして点々の、まあ穴が開いているところも同じなんですよ。 そしてお腹、そして特におへその作り方が全く同じであるということです。この耳のところをちょっと見てくださいね。これあの、現地に行って調べましたら穴ではなくてくぼみですね。まあ、そういった違いはありますけども、こうしたところに、同ところに同じように、まあ、穴が表現されているということです。これを違うという方がおかしいですね。セルビアのンカというのはギリシャのやや北部です。にあるところですね。そこでこのような土偶が見つかっているということです。まあ、この左の土偶も私が、林博士が見つけました。 で、このお腹のおへそですね。このおへそを見てください。あの、特にあの、この一番左のおへそと比べるとわかりやすいです。ちょっとこう見にくいかな。ちょっと盛り上がって、そして周,囲周辺部が盛り上がって、そして穴が開いてってことですね。で、この二、えー、つを比べてみまして、皆さんはこうおっしちゃいますよね。足が違うじゃないか、足が。 なるほどね。足が違いますね。ちょっとお待ちくださいね。もう少し検証しています、えー。耳のところ、口のところ、同じように穴が開いて。そして、肩はですね、えー、上あ、仮面の女神の方はくるくるっと円が書いてあります。そして、おへそ。このへそを見てください。注意深く。これはよくわかりますね。ちょっと斜めですから、光の加減でよくわかりますけど、全く同じだということです。 これがですね、数千キロも離れて、ン、え、カ、ー、で発掘されてるんですよ。そして、どちらがどちら行ったかですけども、縄文文明の方が古いんですよ。この右の、えー、仮面の女神は今から6000年前、紀元前4000年頃に作られたと言われています。左の方ははっきりしていませんけども、はい。 これが、あの、カーで見つかった下半身だけの、え、土偶ってことになりますね。で、これをですね、体に当てはめてみますと、すっぽりと生えるんですね。まあ、こうしたあ、下半身だけの、え、ウォーキングマシンをつけていた。で、えー、山梨県の甲府でも同じようなものが見つかっています。県立高校館にこれが陳列されていました。 これも私が、まあ、見、見ました。発見しました。で、これを歩行、補助装置だいうことに気がついたわけです。で、結論ってことになりますけども、えー、仮面の女神ですよね。えー、そして、えー、これがセティングウーマンですね。夫人座像って言いますかね。そして、左下が、ジョモビーナスです。そして、右が、これが、まあ、イスタール像ですね。バビロイナのイスタール像です。 で、左の方は足が太い。右の方は足が細い。という形で表現されているわけです。まあこれは歩行補助装置を身につけているんだと考えれば何でもないわけですね。そして、えー、この車光機動具も脇の下が開いてますね。カクンカクンと型番広くて。そして、埴輪もやはり同じコンセプトです。えー、同じように足が太いということですね。ですから、えー、左四つはですね、日本側。右四つは、まあ、東ヨーロッパ。 側ということになるわけですね。まあ足の表現の仕方が違うと。そして、えー、繰り返しになりますけども、弁化では右下のような歩行補助装置、ま、っていますかね、下半身だけの土偶が見つかっていて、そして日本でも左下のような下半身だけの土偶が見つかっているということです。どうか注意深くご覧ください。まあこれが、石あ,ある像ですね。 そしてこのような歩行補助装置を身につけていた。つまり神々は私たちが思う以上に現実的な存在であったということです。私はあなたとそれほど違わな,ない生活をしていたということになりますね。いわゆる少なくともスピリチュアルな存在ではなかったということになります。 そ,れその上の神のことは分かりませんよ。しかし、少なくとも、この地球上にやってきた神々は、えー、非常に現実的な存在であったということになるわけです。ですから、この仮面の女神はこう言っています。私はね、歩行補助装置が必要だったの。だって歩けないもん。私だって必要,して必要,と,必要としてたのよ。私だってこれがないと歩けないんだ。なんてことを、まあ、日本の神々は言っていました。ということで、まあ、今日はですね、 神々の歩行補助装置、すなわち、まあ、まあ、バルトクのね、歩行補助装置から始まってですね、まあ、明らかな証拠が出てきましたので、そして地球にいる神々は皆歩行補助装置を必要としていたという話をしました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。